今緊急で動画を回しています。私の住んでいる千代田区の議員島崎秀彦議員が逮捕されました。内容がお茶の水小学校幼稚園これの改築工事をめぐって業者と談合して入札条件を事前にあらかじめ知らせていたなんてそんな話なんですけれども、なんと千代田区の元職員と結託していたと。またかって思いました。この話を聞いた時にこの間会ったばっかじゃないですか。2021年、石川区長前区長マンションを有利な条件で自分で買えるようにしたって言ってそんな疑いがかかって辞めたばかりで、また同じような問題を繰り返すんですかと、もう怒りで震えてきますね。怒りでもう涙が出てきます。私も前回ちょうど1年前ぐらいの統一地方選挙千代田区から出ました。その時に個別訪問をしていて痛感したんですよ。腐ってるなと。この区は腐ってる。だって個別訪問して家にあげられて何言われるかって言ったら大体同じような話なんですよ。不動産建築どこどこの土地をあそこうちが建てられるようにしてくれたらここのね番町エリアの票を全部佐藤さんに入れてあげるよって、そんなこと言われるんですよ。回るたびに私絶望しました。千代田区の個別訪問は普通の個別訪問とは違います。家がビルなんです。不動産オーナーさんたちなんです。皆様一軒家じゃなくて大きな大きなビルの最上階までお伺いして佐藤ですとお話をお伺いしに来ましたとご挨拶しに回るわけですね。そんなことをしているとだいたい同じようなこと言われるんですよ。ああしてくれこうしてくれと。こんな腐ったやり方じゃ千代田区は変わらない、そう思って私はその時からある時を境に個別訪問を一切やめました。無謀な戦いだって分かってましたよ。だって千代田区人口少ないから500票で受かるんです。で500票取るためにはそりゃあ個別訪問して一人一人に握手してできもしない政策を分かりましたって言ってやってけば受かりますよ。そんなのでも魂売って議員になってどうするんだって思ったんですよ。それどころか他の有力な政党からも声かかりましたよ。佐藤さん公認会計士ですよね、まだ女性でね、年齢も30代前半ですよね、いくらでも席空けますよって。腐ってるって思って私は断りました。そんな腐った政党出たくない。そして個人で個別訪問して闇にね飲まれていくぐらいだったらこんな個別訪問なんてしない、そう決めて SNS での発信活動に切り替えました。街頭でのビラ配り演説当然しましたよ。でもそれも無謀だって分かってました。だって千代田区の人口6万人なのにもかかわらず日中の人口は100万人近くにもなるんです。政令指定都市に匹敵します。そのくらい昼夜の人口の差が開いているんですね。お分かりの通りほとんど千代田区の人じゃないんですよ。その方たちに向けてビラを配っても演説をしてもどの方が有権者なのかわからない砂漠の中でね宝石を探すようなもんですよ。そんなような状況で訴えかけてきたんです。なので本当に特殊な区なんですよ。千代田区っていうのは日本の中枢の区です。国会議事堂もあって裁判所もある、日本有数の企業も集まっている、集約されている、
そんな中枢の区からまた逮捕者が出た。一時が万事ですよ。千代田区、たかが一つの区とバカにしてはいけません。この中枢の区が腐っていったら、これがどん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 腐ったみかんのように広がって日本がダメになっていく。千代田区議会選挙終わってから言われました。佐藤さん、受かりやすい区に移動すればどこでも受かるんじゃないですかって。なんで移動しないんですか。移動できなかったんです。一番保守的で難しい区っていうのは分かってます。日本一選挙が難しい区です。地方議員といえど日本一この地方議員になるのが難しい区です。でもそこが腐ってると知りながらここを出てくことはできなかった。なので私にできることとしては、この長年の監査の視点で培ったこの目、不正を見抜く目、不正なのか誤謬なのか、不正の兆候があるのか疑惑があるのか、私は職業としてやってるので会計を見るだけじゃなくて人の動きまでをもずっと職業の専門家として見てきました。不正を誘発する環境は、こういう環境であれば不正が誘発されてしまうよね、する気持ちがなくてもしてしまうのが人間です。それを正していく、運営を正していく、この目を持って千代田区議会にメスを入れていきたいと思っています。千代田区議会、ここにメスを入れて千代田区を取り戻して、引いては日本を取り戻す、こういう活動をしていきたいと思います。取り急ぎの動画なので、また改めて動画を上げさせていただきたいと思います。すいません、ちょっと家を出るところだったのでこんな感じですが、取り急ぎお伝えさせていただきました。それではまた次の動画で。